久保さん。あの、インスタグラムはですね、企業案件、あれからもう一件、もう新しくね、まあ今まで1社から3件もらったんですけど、違う会社からいただきまして、だから合計2社、合計時計4つ、4つです。<laughs> まあ定価が2万円ぐらいだから、8万円ぐらいですかね <laughs>。で、あと最近インスタグラム、最近ではないですけど、も2年前ぐらいに実装されたんですけど、 1>, 1投稿に対して10枚ぐらい写真を投稿できるようになったんですよ。だつまり僕結構その1投稿で昨日も10枚とか投稿してるんですけど、あまああの最低でも1万枚は多分写真撮ってると思いますね。1万枚。<laughs> まあ投稿数は1投稿でカウントされるんであれですけど、今1投稿で10枚投稿できるんで写真は1万枚ぐらいやってると思います。うん。で、さらに言うと、じゃあ写真の場合は僕あの、 いいなと思う、いっぱい撮って、いいなと思うものをあげたりとかするので、まあ、それも含めると、どれぐらいなのかなっていう。<laughs> うん。だからまあ、あの、昨日もね、コンサルしてたんですけど、まあ、ピンポイントでね、プロモーションしてるんですよ。で、プロモーション資料が上がってきて、で、プロモーション資料を、まあ、添削してって、まあ、ここはこういうコピーで、ここはこういうコピーで、ここはこういう文言で、でもう、一言一言ね全部、まあ、修正加えてったんですけど、いや、吉谷さん、吉谷さん、 すごい,いみたいな言われましたけど僕からすると当たり前なんですよねで一言言ったのがいや経験量が違うとどんだけプロモーションやってきたんだってと、ね、久保哲郎もそのプロモーションに巻き込まれてるしねこのやり取りしてる久保さんも僕のプロモーションに巻き込まれてるわけですからどんだけプロモーションやってきたねんっていう話でありとあらゆる方法やってきましたからねうんうん でまとめるとね、いちいち言う必要があるってことですね。億万長者合宿もね、いち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 、同じようなことを毎回言うんですけど、同じようなことを100万回言ってもやらない人もいるし、100万回言ったら気づく人もいるかもしれないし、だからやっぱ基本っていうか、当たり前のことが当たり前にできてないので、当たり前のことができてないことに気づかせるために、いちいち言わないといけないと。だから、いちいち言い続けるとちは あの久保さんと僕はいちいち言い続けると当たり前のことを当たり前のことができてないからまずは当たり前のことを当たり前にやってその上で改善とかねだってそうじゃないですか量をこなさずしてどうやって質を上げるんですかと教えてください逆に量をこなさずどうやって質を上げるんですかとこれ,これが僕は答えがあるんだったらこれしかないんですよ答えは質を上げたいんだったらトークにしてもしゃべるトークにしてもね 喋らないでどうやって技術を上げるんですかと。コピーもコピー書か,かずしてどうやって技術を上げるんですかと。無理だよと。うん。仮面ライダーですかと。変身ベルト持ってますかと。いや、持ってないですよ、人間なんつうのだからこれは当たり前のことなんですけど、当たり前のことできてないんですよね。うん。だから、まク久保さんが言った通り、ちょっとしたことで大きい変化っていうのは人間得られないんですよ。これはね、難しいです。天才じゃないんで。 天才だったらちょっと一回やってね、すぐなんか覚えるとかできるかもしれないですけど、天才ですか天才だったらもう一億稼いでますよ。月一億。久保さんを超えてますよね。久保さん3年で一億ですから、天才だったら月でね、ネットビジネス始めました。月い,いきなり一ヶ月一億とかね、いけるでしょうけど、できました。できてないんだったら天才じゃないです。<laughs> 凡人は凡事徹底するしかないですし、あのー、それしか道はないと。僕はそう思ってます。 あなたはどう思ってますか言ってらっしゃい。